ゆっくりがお送りする前回までのプリズンブレイクは、ガンダムゲイは実質刑務所マリサもいますよ。そういったことで今回はもちろん前回当てたリックディアスでゼータ時代満喫しちゃおうぜ回です。最新機体当てても1週間タイムラグあるゆっくり実況あるある。言うて編集時間かかる派ですんですまんのう。ただ今回コスト無制限部屋ですけど500コスのリックディアスレベ1でも大丈夫ですかね。現状最高コストは550で50低いだけだし、なんといっても500コスでありながら従来の550機を凌駕する性能ですんで。メイン武装はデフォルトのクレイバズーカ。別枠で3段タイプのバズもあるみたいっすけど。デフォのバズの方が一発よろけ取れるんでいいらしいです。格闘はディアス専用のビームポッキー。サーベルながらホバー共通の格闘動作で威力もそこそこ。副兵装はリックディアスのアイデンティティであるバルカンファランクスと2丁ビームピストル。どちらもかなり強力な性能で。補正値から見ても射撃戦メインな機体。かといって格闘が弱いわけではないんで。オーソドックスなバズ各機としても高性能。戦況や地形に応じて格闘、射撃のどっちにも対応できるマルチな機体。スキルの方はいつもの汎用人権セットの回避連撃バランサに、マニューバまでついた新時代人権4点セット。これは猛攻コスとなると回避マニューバーの両方持ってるのが当たり前になってきそうやね。さらに空中制御レベ2に強制噴射、アンバックと、既存スキル全部詰め込みましたな大盤振る舞い。もちろんデブの特権である脚部特殊干渉剤もレベル2でついてますか。これ500コストですよね。大丈夫ですか。まあ盾なしヒットボックスが空きなんで逆にこんくらいないとね。そして注目の新スキル、瞬間噴射精密制御もあります。ちょっと何言ってんのかわかんないっすね。要するにタックルのブースト消費が 20% オフです。つまりタックルしてもオーバーしないから2連続タックルもできちゃうってこと？そういうことなの？なんでお前も驚いてんだよ。ちゃんと理解してから実況しろ。要するに回避レベ2のタックル版みてぇなスキルっすね。で、カスパの方はパーツスロットが円柱筋とバランスいい配置なんで、フレーム3種でアーマーガチガチの2万カスタム。そして足速くなるで歩行スピード驚異の150。射撃メインなんで射プロ目いっぱい積んで、残りは噴射制御1でスラ量も70。マニューバに空中制御もあるんで、スラスターは長い方が便利。といった超高性能機で Z 時代の札束芸を分からせに行ってきます。課金で手に入れました。カオチケイナ。カオチケイナ。おめえだよ。作戦開始。はい、そういったことでこちらリックディアス3機編成でアポリー、ロベルト、ジェットストリームアタックを仕掛けるカラーリングはリックドムです。実質ゼータ時代のドムですから、廃墟の2階も2段ジャンプで登りやすいぞすごい。まあノーマルジャンプでも登れますけどね。しかし敵も D 踏みそっちのけで効果上にサイサリスト立ち合い強く当たってあとは流れでお願いします。圧倒的盾のデカさにバズよろけ取れずで八百長ダメ絶対。さらにサイツヨシエンマドロクも参戦で2対1とかズリーでしょうよ逃げまかし親方空からサイサリスがでガチャ勝者絶対許さないマンド等の粘着マヌーバ突貫にたまらずタックル吐き出すしかないピンチも味方アポリー注意参戦でセーフキーパーおねえすぎただなロベルトさーん。つうことで初動何もできないままロベルト死亡。敵が南に固まってたんで圧倒的枚数振り。最新ゼータ機2機でも囲まれたら無理ゲーですよ。こっちは北と南で半々に分かれたんですりつぶされた形。このままでは B 取られる隙なんでもっかい南防衛リスポーン。今回 S 間なんでここは B 捨てて味方と合流した方が良かったんじゃね。ただ味方マドロクさんが一人で B ターンで助けた方がいいかと思ったんですよ。結局助けられなかったみたいですけどね。助けられるとは言ってない。で結局また3対1のあり地獄システムでどうあがいても犬陣だがこの最新リックディアスならばこの圧倒的枚数振りでも
覆せてしまうのです。無理に決まってんだろっつーの。でしょうね。いくら液体でもパイロットが雑魚なんだからもっと大事に乗れよ。威嚇してるなら実践してくださいね。でしたらとっくに液体言ってるだろ。と正論で切れるのやめてください。つーことで今度は北から D 周りの敵を奇襲する天才チンパンジー敵戦術。はよホモサピエンスの頭脳まで達してください。それでも相変わらずの2対1システム味方どこ？マドロクさんが後ろから駆けつけたんで、あとはレイムさんが目の前のゲロブグを倒すだけです。ただあっちのサイサが強襲なんで、ここは汎用のわしがサイサ相手にした方がいいか。リーバズヒットもマニューバでなんともないぜ。そしてハイエナの匂いを嗅ぎつけたグッカッスさんが登場。まあどうせスマなんで、キル稼ぎは他の人に任せて、後ろから続々と敵来てますよ。これはゼフィの人に目つけられてなすすべなく、バズカクコンボで勝負。完全にホバー滑りの挙動を御しきれてない結果、やはりリックディアス最大の難点はホバー機の癖が強いってところですから。どうでもいいけど、ここまでに書いたような N 字2で3オツしてるんすけど大丈夫ですかね。だが安心してほしい、エースマッチは残り3分からが本番。それまではただのお散歩タイムで済んで、今のうちに D 拠点踏んでリスポン場所確保だぜ。 A タイム前にリスポン拠点確保しとくのは割と大事。そろそろエース決まるんで、こっからが真のリカーニバル開幕。ゼロキル3オツならどうやってもレイムさんがエースになることはないんで、味方も安心ですね。今までのわしの高度なゼロキル戦術がここに来て効力を発揮するのですよ。なおここまでもガチプレイだった模様。味方エースはアカディアスさんなんで、こっからは射撃メインでミリ残し量産作戦を意識。おっと F2 中の敵ゲロブグパイロット派遣。不満がパイロットをバズ昇天させてからの駐車中ゲロブグをフルモッコするだけのボーナスステージ。さすがに無制限だとアーマー硬いんでパイロットもリスポンしてきますね。それも見越して攻撃はなるべく脚部狙いで削っとこう。こういう時に優秀なサブ射撃2種あるのは便利。緊張ピストルは火力高くて焼いてもオバヒ復帰が13秒と早めなんで、全弾発射でも OK。 ピストルオバヒ中はバルカンとバズでも十分立ち回れますんで。ブースト移動からのタックル無敵で華麗にチャージ回避。タックルオバヒがないんで無敵を利用した回避にも使えて、実質緊急回避レベル2みたいな使い方も可能。そして起き上がり脚部側に竹原ピストルで要素このミリ残り。サブ武器でアーマーギリギリまで調整して活かしておく。生き地獄両道地のエースが落ちたんで D からリスポンしてゲロググシにとどめさせば美味しい展開。おいちょと今修理しようとしてたんじゃないのか。ミリ残しで執拗に粘着する、これがバトーペよ。さすがにこれ以上はやりすぎなんで、敵集団のいる前線へホバーダッシュ。領土的サイサの裏取れた形なんで、積年の恨みを倍返し。ただしこれ以上はキルしてまうんで、こちらもミリのまま泳がせる作戦。この間にエースがさっきのゲログブ落として点数は僅差、まだまだ逆転ありますあります。ここは一突っ込むと、せっかくのミリ残しを落としてまう危険ありますんで、迂回してエースと合流。こういう時にもコーコスホバー機の利点である移動の速さ差が光るね。オバヒしても歩行150のスケーティングで快適移動。そもそもなんもないとこでオバヒすな。ここはミリ残り2機はエースに任せて、わしは敵エース狙いの場面。うわーやってしまったー。敵エース狙ったバズが味方エースに直撃の戦犯ムーブ。これで負けたら全部お前のせい。いや今のはもうちょい我慢するべきでした。すんません。オバーだと特に滑りで照準がずれるんで、こういった密集地で動きながらの射撃はむずいんよね。ともかく逆転に成功したんで、あとは得意の連続タックルで生き残るだけの簡単なお仕事。カディアスとマドロクだらけでホバーしかいない。高コストホバー強い説。つうわけで逆転から僅差逃げ切り勝利、お疲れ様でした。500コスながら無制限でも全然強いな。快適な足回りと高性能で扱いやすいサブ射撃で、バズ角でも射撃戦でも対応できる優秀なホバー汎用機。ただやっぱりホバー機なんで扱いにくい部分も。ホバー機ではトップ
クラスやね。と0キル3デスだった奴が言うとります。いやわし個人よりチームの勝利を優先するタイプですんで震え。まあ今回初乗りでしたんで要練習やね。そして締めに入ろうと思ったとこで金箱派遣。中身はトークン3枚ですか。残念ザメユの強化千鳥サチケでした。クソが期待ください。ではまた次回。